さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 2本行ってみましょう1本目は田崎史郎さんなんですがまた高市早苗さんをね、攻撃したんですよこれは昼帯の1コマだったんですけどもどうやって攻撃したかこれをね、私1言1句、ね、ちゃんと録画しましてたがわず皆さんにお知らせしたいと思いますうーん不思議だよなさあ2本目なんですけども2本目はねほっこりネタいきましょう高市さんのほっこりネタなんですけどもこれはね乗る物ニュースが取り上げておりました、まあ、スポーツカー好きスープラに22年間乗ったという有名な高市さんなんですけども、えー、それに 伴いましてねその22年間乗ったそのスープラトヨタスープラを奈良のある施設にままあこれまあ納車すると言いますかそういう儀式ですよねそこに登場した高市さん自分がね運転する姿というのを車内カメラで撮った映像とかねインタビューもありますのでそれをグッと凝縮して最後にほっこりした映像として皆さんにお見せしたいと思いますじゃあまずはじめはギスギスしたお話なんですけども田崎史郎さんねもちろん皆さんご存知のようにもうバリバリの自民党のまあまあまあ でしょうね、えーまあ、スピーカーといいますかスポークスパンになっております。でそれはそれでいいですよ。まあ、どっかに寄、ね、るというのは悪くありません。でところがですね 今から3日前に非常に不思議なことが起こりました。これ、えー、立ち会い演説会じゃなくて、ほら、出馬会見ですよ、えー。例の9人が出馬会見しまして、高市さん、高市さんは40点だなと、えー、そして小泉さんですか、70点ですよ。ちょっと待てと、動揺が走ったでしょ。しかも、自民党憎しの,あの伊藤さんという、ねえー、人も出ていますけども、伊藤さんは高市さんに45点と、なんと、広帯市場、その伊藤さん、自民憎しの伊藤さんの45点よりも低い点を つけてしまったととといいいう前代未聞のこここが起こりまししたいやれれはおかしいとい本来であればね田崎さんというのはまあ自民応援団になりますので、まあ、自民党は基本的に応援するとしかも自民党を応援するということはこれは保守本流になっちゃいますよだって保守なわけでしょとなると高市さんのが完全に保守本流ですから高市さんを70点と、えー、そして小泉君もね応援したいんだけどもうん選択的夫婦別姓とか意味不明なこと言ってるから君は50点だとだったらわかるでしょ高市7 小泉50かなと分かるんですがなぜか小泉70高市40というなあこれね不思議でしょうがなかったんですけどもさあそれに引き続きましてね今日の「昼帯も「ええ!」ということを言って。 で、これね。高市さんをね。なんかねディスってるとしか思えないんですよ。で、どんなね。これ前提で発言したかと言いますと。とはい、今日のこれ読売の一面にも載っておりましたが、まあ要は三つ巴ということで、高市さんがぐんぐん伸びてるというね。そういうニュースが載っておりました。あ、私ね、さっき別の動画で取り上げましたけども、読売新聞の一面のこのデータと他で出ているん、ね、ネットのデータこれ？ 違うんですよ新聞ではなぜか高市すごいぞってなってるんですけどもネットを見ますとなぜかこれは高市さん落としてるんですまあまあこれはちょっと横に置いときましょうでね、えー、今みたいなことで高市さんの数字が上がってるということを司会者のめぐみさんが振ったところあれはおかしいというあれはからくりがあるんだと本来高市さんがあんな数字が高い数字が出るわけないということを話すわけなんですがさあ行ってみましょうこれ私がね拾ったんですけども一回全部読みますよ。 各陣営がその原因を挙げているのが高市さんがリーフレットを配ったんですねそれに対して自民党の総裁選管理委員会は注意したんですが今党員の手元に届いている候補者の文書は高市さんのリーフレットだけなんです その党員の立場に立つと、なんで他の人たちは何も送ってこないんだろうとなっていましてね。輸送物はやめようねということを9月4日に決めたんです。でも、その前に国会レポートという形で出したものが行き渡っているわけなんです。届いた方は、これは総裁選管理委員会から注意された文書だというのを踏まえなくてはいけないんですと。<laughs> 何これ。最後おかしいでしょ。自民党の人たち、いいですか皆さんと。これはね、総裁選管理委員会から注意された文書。つまり まあ、違法とは言わないけどそんなもん、ね、見て信じちゃだめですよ皆さん、いいですか自民党の皆さん、ね、これはテレビを通じて私から皆さんにお,お,お訴え申し上げたいと。いやでも 田崎さん、そういうことでしょ、う。これはそういうことになりますよね、まるでなんかあの注意喚起を促していると、え高市さんに今ねえ、この電話のこの世論調査によって、高市さん、いいなって言った人、ダメですよ、よく考えてくださいね、こんなもんね、見て騙されちゃだめですよと、と言ってるのに私は等しいと思うんですが、これ、田崎さん、反論できますかね、まあ、これがいい悪い別に置いときますよ、置いときますけども、田崎さんはこれはそういう意味で言ってると、まあ、こう言わざるを得ないってことになってくるんです。うーん。 何なんん、でしょうね。田崎さんどういうポジションか私はよく分かりません分かんないですよ私はどういうことか知らずに言ってもちろん言っておりますけどもただおかしいな 私は思いますが皆さんどうでしょう普通の感覚だとなんとなく妙だなと思うのは私は当然だと思うんですがと、まあ、ということでさっき私ちらっと話しましたけどもこれですよね読売新聞のこの新聞の一面というのは全員競ってるよっていうんですけどもこれ見てください全く同じ時期に調査してるこれはまあちょっとねあの電話調査などの対象が違いますけどもこれ見ると高市さんはちょっと遅れてるねってことになりますところが読売新聞の1面に載ってたやつを 高市ささんんんと石破さんが全く同数で並んで並しまっているとしかもね、これは後から追っかけてくる方法がやっぱり有利じゃないですか、バンドワゴン効果と言いましてね、やっぱりね、あの2位から上がってきた、上がってきた方が有利ですから、これ、普通に考えたら、高市さんが後ろから猛然と刺してきて、まだ始まったばっかりなんですけども、石破さんをこれから抜いていくぞと、そういう展開になりますね。で、これを見て、さっき田崎さんが釘を刺したという形に、私は見えました。はい皆さんこれれどう思われますか ということで、同時に産経新聞の世論調査も出てましたが、これもね、えー、ついでに皆さんご紹介しましょう。次の自民総裁、石橋トップ、自民支持層に限れば、小泉進次郎氏が逆転で1位ということで、産経 FNN 合同調査と、はい、これはあの自民党員とか関係ありません、いわゆる一般的なあいつもやっている電話投票ということで、ね、調査になりますよね。で、石破さん、下の資格3つ分けましたけれども、石破25、小泉22、えー、高市早苗12かな、そんな形。 これを自民のまあ支持でしょうね自民党支持に限りますと、まあ、小泉29.4、石破24.1と逆転してで高市が16.3ということでかなりリードをされているということになっていきますただね、ね私さっきの動画でも別動画でも言いましたけども自民党員と自民党支持者層これ違いますからこれだけちゃんと、ね、考えてくださいね、えー、前回なんですけども非常にバーンと数字が上がったものがありました。 前回と言いますかこれですよはいだからこれとさっきの調査は違うんですよ、これはちゃんと書いてありますけれども、自民党員に向けて調査し,しました、つまり今回の投票権がある自民党員に聞きましたら、はいこれ見てわかりますけれども、これ党員・党友票がねこれ高市94、石破97と出ております、これは競ってると、だからこっちの方が圧倒的に正しいんです。 それに対しまして、こちらはいわゆる一般の世論調査で、そして電話に出た人の中で、自民党をあなたは支持していますか、支持していませんかとで、その中にも自民党員はいるかもしれませんけども、おそらくはほとんどは自民党員じゃないんですよ、ただね、どこを支持します,しますかと言われて、うーん、そうだな、まあ、消極的だけど、強いて言えば自民党かなと。 という人もこの中には入っちゃってるんですよだから高市さんが当然低く出るということになりますはいこれはまあご参考までにね産経と FNN のこれは調査ということになりますはいそれじゃあ今度はですねほっこり話題いきましょうこれは車のニュース編集部なんですが史上初の女性総理大臣誕生加藤高市早苗え議員が20年以上乗ったトヨタのスポーツカーに大反響ということで記事が載っておりますねはいそんな高市さんなんですけども実の大の車好きという一面でも知られて おりということでこのスープラに22年間乗って たんで,すよでこちらなんですけども高市がスープラにまつわるエピソードを語ったのは12年の8月30日後の「週刊新潮と」といやーこんな昔からちゃんとねこういう形で週刊誌の取材に応じてたわけなんですよねさあそしてこのあと動画見ていただきたいんですけどもこれ「同社」というのはこの奈良トヨタね同社の創業80周年を記念して行われたプロジェクトは長年愛用され続けた名車を復元するもので高市さんの「スープラ」もその一環としてリストはされましたと。 この70スープラは現在奈良トヨタが運営するマホロバミュージアムに寄贈され展示されてますとここに書いてありますねではですねこの時の模様を撮った動画がありましてこれは高市早苗チャンネルから私転載しましたのでご覧ください。 Gracias. Oh. もう最高のエンジン音が蘇ってまいりました。大声で歌いながら運転してまいりました。横で副社長が、えー、楽しそうでございました。 本当にエンジニアの皆様ありがとうございましたはいいかがでしたこれ元動画はね10分以上あるんですけどもぐーっと凝縮しまして一部をお見せしましたいやいいですよねこんな感じでねいやなかなかね現役の大臣で、ね、こんなねあのなんでしょうほっこりしたような感じで本当にね隣のね奥さんみたいな感じのね思、えー、う人でなかなかいないと思いますはいぜひともですねこの勢いで頑張ってもらってこのまま総理大臣になってほしいと思いますそれでは 今日の動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。